皆さんこんにちは、瀬賀しおりです。今回は新居になって、やっとソファーとダイニングテーブルが揃ったので、そちらのブランドだったりとか使い心地だったりとかを紹介していきたいなと思います。同性カップル2人暮らしプラスワンちゃんのお家のソファーとダイニングテーブルです。よかったら最後まで見てください。それではスタート。はい、ということで、悩みに悩んで選んだソファーがこちらです。こだわったポイントとしては、まず大きさですね。我が家は、LDK の大きさが、15畳あるかな、13畳から15畳くらいだった気がするんですよ。でダイニングテーブルも置きたいとなると、やっぱりソファーは大きすぎるものではなく、コンパクトだけどしっかりと人数も座れてくつろげるソファーがいいなと思って、大きさ的にすごくちょうど良かったっていうのがこちらのソファーを選んだポイントになります。こちらのソファーの長さが横幅が 210cm で、奥行きがここが 90cm ですね。でこっちのカウチの方が 150cm です。で高さが 78cm、 座面の高さが 39cm で、ここのね、この座るところの奥行きも 60cm ある、結構ねこう深く座れるような、なんかこうくつろげる長さなんですよね。彼と私とレオくんがくつろいでも十分な広さですし、大きすぎず小さすぎずサイズ的にドストライクなソファーでした。でこちらのソファーを選んだポイント2つ目が、このねカバーが全部取り外しできて丸洗いできます。それも我が家は必須条件でした。レオくんがいるっていうのもあって、レオくんトイレを失敗したりとか、ソファーの上でトイレしちゃうとか、なんかそういうのはないんですけど、手にねおしっこがついてたとか、なんかそういう時はよくあるじゃないですか。お留守番の時も放し飼いなので、トイレしてそのまま手におしっこついたまま寝転がってましたっていう時も全然あるので、丸洗いできたら常に清潔に保てるかなと思うので、カバーが取り外せるっていうのもソファーを探す時の絶対条件でしたね。この大きさとカバーが外せるっていうのはもう絶対条件だったので、それに合ったソファーを見つけられてとっても大興奮でした。であとは色味がグレー系が良かったんですけど、明るいグレーっていうよりもダークグレーの方がなんか我が家っぽいな。でも黒は部屋が暗くなりすぎちゃうなと思ったので、このダークグレーがすごい絶妙に好きな色でした。あとはね本当にお値段も、ソファーはちょっと予算を高くしてたんですよね。あとクッション、この4つ付属でついてきました、下はねちょっとだけ隙間が空いてるのでお掃除もできますし、でも空きすぎてないから、なんかそれも高級感があっていいなと思ってます。本当にねくつろげるの、こんな感じ、全身を伸ばしてくつろげます。やめてこっちのカウチの方もクッションをこう背中にしてこんな感じで、私の定位置は結構ここです。まるまるがこっちでなんかこう横になって、レオとゆっくりしてて、私はここで携帯をいじってるっていうのが最近の夜の定位置ですね。でしかもここのねカウチの部分は2人並べるからね、こんな感じで私端に寄って、まるまるもここでゆっくりするとか、結構何人くらい総勢座れるんだろう。12、ここ頑張れば3人座れるじゃないですか。3455人くらい座れるんじゃないかな、大人でも。ということでこんな感じで我が家のソファーです。カバーも洗えるからそれでも長く使いやすいなと思いますし、あとはカバーだけも売ってるんですよ。なので模様替えしたいなって時とか、汚れすぎちゃってもう洗っても無理って時とかは、もうカバーをね新しく買えばまた新たな気持ちで使えるので、本当にこのソファー本体自体は長く使っていけるのかなと思ってます。ここで動画を撮ることも多いと思うので、結構背景とかでもソファーは映ってくるんじゃないかなと思います。ということで我が家のソファーでした。次はダイニングテーブルお見せします。ダイニングテーブルはこちらです。私も〇〇もダイニングテーブルは木がいいねっていう意見が一致していたので、木のダイニングテーブルにしました。こちらのテーブルなんですが、牢屋という家具屋さんのものでして、ヴィンテージ加工の無垢素材のダイニングテーブルになってます。本当に一つ一つこの色味だったりとか、この柄っていうのかな、ここが濃くなってるとか、これもね商品一つ一つ違うので、なんかそこも楽しいなと思います。ダイニングテーブルね、木、こういうちゃんとなんかこだわった一つ一つ本物の木っていうのかな、なんかそういうのを選ぼうと思うと結構10万とかするものが多くって、さすがにダイニングテーブルでそんな出せないと思ってたんですよ。で1万8000円はもう本当にありがたいと思いました。でお手頃価格なのにこんなにもちゃんとしたものっていうのが、もう届いてみてもやっぱりお値段以上だなって思う見た目だったので、本当にこれはおすすめですね。で長さが 120cm です。椅子もね今2つ並べてるんですけど、全然2人余裕で座れるくらいの大きさなので、これも大きさ的にちょうど良かったなと思いました。縦の幅が、70cm っていう大きさなんですけど、まあ2人暮らしにはちょうどいい大きさかな。小さすぎず大きすぎず、友達とかね来てもなんか4人くらいだったら全然広々と使えるので、サイズも満足しています。パソコンとか置いてみるとこんな感じ。別にダイニングテーブルとしてじゃなくて、お家のデスクとしてでも使えるようなテーブルなので、本当に1人だと広々と使えますね。はい、ということでテーブルはこんな感じと、続いてが椅子ですね。ちょっと椅子はねこっちとこっちでブランドが違うんですけど、まずこっちの私たちがメインで座ってるこちらの背もたれがあるチェアの方ですね。こちらのダイニングチェアはこのダイニングテーブルと同じ牢屋という家具屋さんでゲットしました。2個セットで販売されてるんですけど、こちらのお値段がなんと2個セットで14,990円です。モノトーンでデザインされたヴィンテージ調のチェアになっていて、椅子自体はなんかこうレザーっぽいおしゃれな素材なんですけど、全体を引き締めてくれるブラックのスチールの足で、本当にカフェっぽいおしゃれなスタイリッシュさのある椅子がいいなと思ってこちらにしました。しっかりとクッション性もあるので、なんか座っていても疲れず、こう作業もしやすいですし、ご飯食べる時もゆっくりとおしゃべりしながら食事もできます。まあちゃんとね背もたれとかも丸まってるので、なんか寄りかかってても楽ですし、本当に長時間、まあ私も作業する時とか結構長時間座ってるんですけど、体に負担なく座っていられるので、これもお値段以上ですね。はい、ということで私たちがいつもねメインで座っている椅子はこちらの2脚ですね。はい、そしてもう一つちらちらさっきから見えているこちらも椅子なんですけど、ベンチタイプの椅子は楽天で探しまくって見つけました。長さは 110cm のダイニングベンチになっています。これちょっと突っかかるので、出す時はこんな感じで斜めにして出すんですけど、こちらのベンチは来客があった時にいいなと思って購入しました。まあ、こっちの椅子を4脚でもいいんですけど、まあ、2人暮らしだとあんまり4脚あっても使わないですし、こう部屋に圧迫感が出ちゃうかなと思ったので、ベンチだったら使わない時は収納しておけるので、なんかそれが部屋もね広々と見えるしいいなと思ってベンチタイプを採用しました。なんかブランドが違うのにこの椅子の足が全く同じようなデザインだったんですよ。こっちの椅子とこっちの椅子、そこがねこの椅子の決め手です。まあ、背もたれはないんですけど、全然座り心地的にはとってもいいですし、高さもちょうどいいので全然不便はないです。はい、ということで2人暮らし同性カップルのダイニングテーブルはこちらのセットでした。はい、ということで今回の動画は新居になってやっとソファーとダイニングテーブルが揃ったので皆さんに紹介させていただきました。今後の動画では、まあ、ソファーもダイニングテーブルも結構映ってくると思うので紹介しておけてよかったかなと思います。今回紹介したものは楽天ルームにも載せているので、ぜひぜひそちらからチェックしてみてください。では今回も最後まで見ていただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。